はい、皆さんこんにちは。今回の YouTube ではひろみちゃんと朝食を食べに行くっていう YouTube を撮っていきたいと思います。キモあんたそれ電話した、ホテル僕ら入れるか。門前払いされたら嫌やから電話して。されへんって。わかりました、行ってみます。行ってみます。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。丁寧ね、丁寧ね。さん何で高橋ってないの。私は実は OK。 ね、私今日エコだったんだけど、帰りすごい本当に。え、嘘でしょ。私自分のことを尊敬できる。なんでエコなの。だって仕事で撮ってたからさ、行きはさアップグレードできたけど帰りはエコよ。え、怖っ。私スタイリストだもん。たかしもビールさんだよ。分かんない。でもたまにはそういうのも必要よ。うん、そう、なんか新しい発見がいろいろあった、ね、最近知ってる。ま、枕が進化してた、みんないろんな人の。え、嘘。なんかすごい、そんなのあるんだと。枕が2段になってるの。あれでしょ、あの前のさ、テーブルのとこに引っ掛けるタイプの、ね、寝るやつとかあるよね。あ、それじゃなくてなんかね、あのなんか、テトリスみたいなもん持ってきてる人がいて前を埋めてんねん。そのまま寝てらっしゃるの。え、すごーいと思って。それはもうなんだかんだ13、4時間あるから。バルクヘッドやんと思って。12時間 ね、 ね、最近深見ちゃんアンチが増えてるって知ってた。私らに深見ちゃんの。嘘やん。深見ちゃんのなんか最近深見ちゃんのがきついみたいな。性格が性格がきついって何と。本当に誰に言われたんそれ。え、違う違う違う、 YouTube のコメントで残ってたで。私がきついの。なんかきついねんて。誰にきついの。いや、なんかいろんな人にきついんじゃない。あ、そうなんや。そういう見方もあるのね。で、じゃあたかしの見解は、いや、全員に好かれようとは思ったのって言うんじゃない。え、僕きついんかな。誰に対してきついんやろ。誰にきついんやろ。わかる、たかし。たかしもきつい。ね、ラスベガス夢のように過ぎたんやけど。あんたとおったよね。あんたと一瞬だけあったよね。一瞬あってないから。うん、ご飯しただけや。まずかったね、ご飯。いや、あのラスベガスで全部まずいねんって、食事。いや、びっくりした。いや、ラスベガスでも確かに食事全部まずい。でもヘルズキッチンだよ、一応。うん、どれもまずかった。いや、まずくはないや。いや、美味しくない。うん、そんなにめっちゃ美味しくないんだけど。いや、なのに高い。わ、あんた払ってない。いや、俺と僕が払っとるわ。一回払ってもらっただけで。しかもお前が払ってない、お前の連れが払った。いやいやいや、私が払ったの。なんかすごいついた。え、違う、これじゃないで。これやだから。これちゃうって。これなの、これ。ごきげんよう。焼いたらあかんじゃん。もう今日言われな。書いてたでしょ。あんなもう消し炭やん。あげたわ。もう7年ってな。もうちょっと寄ったら。お、あんじゃあアンチについては。アンチおらへん。もういるって。おな、いないと思うことが大事やね。逆に。意図が僕分からへんねんけど。何が。なんでさ、何のためにさ、そのなんていうの。お前らキモいみたいなやつを書き込む人たちに意味が分からん。そんな人いたん最近。いや、おらへんけど。じゃあおらへんの。例えば増えたらどうするの。アンチ別に増えてもなんとも思わへんから。向かっていこうだ、私は。うん、なんか話し合いたい。話し合う。あの逆にそう、仲良くしよう。うん、分かる。何を思ってそう思ったんですっごい育ち悪いところで見えたで。鏡やだね、セルフ言ってるせして。ハニーフラッシュ。で、アメリカにいる友達にさ、あの、ここでココズ使って食べると思ってたの。フォークって、こう、は？ここを使って、ここを使って食べるのね、もう実際本当にリゾットとかね。うん、とか、あの、フレンチとかもここを使って、この腹ね。じゃあなんか白人のお金持ちのおばさんみたいなお料理の食べ方するって言われたから、そうなんやと思って。あの白人のって言い方すごい差別的な。うん、そんなことないよ。白人の女性のなんかすごいあの超コンサバティブな人のことをカレンって言うねんけど、なんか南部に住んでてトランプ支持してみたいな人のことわかる。あ、でもさ、セドナに行った時にさ、意外とさ共和党主義者だったりさ。セドナってみんな白人なのかも。白人やから共和党ってこと。共和党っていうか、あのトランプ支持、カンバックトランプってめっちゃデモしてたから。デモっていうかさ、家の前に貼ってあるわけ。それはね、なんか一般的なんだって。あの、みんな家の前になんかどこのポリティカンを支持してるかっていうのもあるの。でもね、なんかそのトランプ支持だったから、そのコーディネートさんいたから、セドナの時は、ね、なんでって聞いたら、あのアリゾナは共和党支持者の方が多いんですよ、うん、LA と違って西に行けば行くほど
アメリカって西に行け、なんか外側に行けば行くほどダイバーシティリベラルやからね。そう、真ん中に行けば行くほどすごい保守的。そんなの簡単に笑ってほしい。それでその浅い知識はどこまで続くの？知ってる？セドナにさ、めちゃ巨大な家建ってんのいっぱい、なんかビバリーヒルズみたいになってんのやけど、普通にあの10万ドルとかやん、ね、安いやん。10億100万円して間違え、100万ドルで1億円で10億、1000万ドルね。そう、おめでとう。10,000 million やん。10,000 million。そう、だから1000、まあ違う、それです。違う違う違う、あのカンマのところをサウザンとかつけんねん。そうやで。だから12,000円。 1万円は10,000 で、うん、でミリオン、そしたら1万ミリオンになっちゃう。そうや、10,000から10,000、10,100,000、ほら1万でミリオンで円ついたの。違うってあんたら10万、10億円やから。うん、青がバレる、青がバレる。私ら中学行ってないけど何も知らんよ。わかる、リベルよね。昔私さ、みんなに言えないさ、恥ずかしいこと言うとさ、外国で言った時に曜日わかんない。なんでマジョーズでっていつもそれがオーバーラップしてる。そう、あと月も言えない。月はこうだ。最低。8月はオーガスト、9月はセプテンバー、10月はノベンバー、あ、言えるよね。で、11月はディセンバー。12月どこ行った？オクトバー。10月は10月オクトバー。11月はノベンバー。誕生日はどうしたの？ノベンバー、セプテンバーよ。セプテンバーは12月。違うって、セプテンバーは1週やから9月で、ディセンバーが12月。あ、言えた。で、10月がオーガスト。10月ってややこしいね。テンパーシリーズ。そんなことは1月からややこしいで。ユリー、ジューンは6。ジュリー、ジュライファーストだから7月だって。ジューン。ジュンブライドやからそれ6月よ。ジュリーよ、やばい。1月かな。ジャンル悪い。ごきげんよう。じゃあアメリカに、最後アメリカに思って帰ったことは、物価が相当上がってるね。あんまり入ってないから分からんもんね。でも日本もちょっとずつ上がってんやんて。興味ない、別に働けばいいね。ノーウェイ、普通に経済のことやねんから興味持って。違うって、なんかその高くなることをなんか集中してしまうとこの世の終わりに思うけど、その分なんかパッタリ情報を始めるとか、稼ぐことにフォーカスすればいいねんけど、でも給料が全然上がってないんで、この3年が。イーロン・マスクは面白い論文発表したの知ってる？このまま日本人が生まれへんかったら死ぬってやつ。日本が終わる、うん、あの出生率とあの死亡率が上回ってるから、死亡率の方が。今回の海外の旅行で思ったことはな、私らバビューペポーB と B 一緒やん。 B はもう本当にもう晴天の霹靂ぐらい違うんやって、何言ってるか分からんみたいな。 B、 あ、まあちょっと合ってる、ちょっと違う、いや、合ってる。 B、 いや、一緒やな。いや、じゃああんた言うてみて。どれ？ I like a library lunch in a really large library. Library? うん、ごめん、何言ってんの？ Library 図書館でランチがしたい。そう、 V ないじゃん。V と B 混在してんねん今。どこにあんの？ライブラリーが V がある。ライブラリーの B やん。それは V。ライブラリーって B じゃなかった？ライブリーランチやから。ラブリーランチやから。でも全然何言ってるか分かんない。グリちゃん、タオちゃん。はい、ということで、ホテルオークラで朝ごはんを食べた YouTube を撮らせていただきました。ひのみちゃん、感想をお願いします。美味しゅうございました。ジャニュアリー。ジュニュアリー。ジャニュアリーやから。でもテラスが空いてなかったのがちょっと。そうね、昨日雨やったんや。でもね、お店の人たちがやっぱりジャパってすごいよね。 JAL と一緒。すごいサービスちゃんとしてる。 JAL？ アナじゃなくて。 JAL もすごいじゃん。サービス、アナももちろん素晴らしいけど、サービスで言うと僕 JAL の方が過剰。それは気のせいよ。いやいや、過剰なの。アナの人ってドライでちょうどいい。人による。いやいや、アナぐらいでちょうどいいって。 JAL みたいにあんなにハードケアしなくてもいいと思っちゃう。でも飛行機新しくなってさ、 Do not disturb ボタンがなくなったよね。わかる。あれアナでしょ。そう、なんでなくなってたの？窓から覗き込んでくるの嫌なんだけど。塀の上から。塀の上から。ありがとうございます。あの、おつぼれのパーサーのお姉さま。あ、でも友の会やったね。そう、ほんと。で、僕
部高橋乗ってるやん、うん、でも高橋のことはスッとスッてこう見えなかったふりしたからすごい優秀なやっぱりそうでもちゃんとそこをあのちゃんとさ見て見ぬふりするっていうのはすごいサービスとして素晴らしいと思うピーポーよ本当にはい皆さん今夜も見てくださり YouTube ありがとうございましたまた YouTube 撮るんでよろしくお願いしますバイバイ